社の原料と、あとこちらのうちちょっと買い付けしましたメキシコの原料になります。ちょっとサイズはちっちゃい。原発の影響で上がらないっていうのがあるの で加工品自体がやっぱりまあ厳しい目で見られてるっていうのはあると思います。三陸の荷主さんが随分被災して、まあ、休業や出荷が少なくなった方も大変多いんですけども、私らも三陸以外の東北、それから北海道、西日本、九州まで荷主さんを探しまして、まあ、商品展示内容としては、例年並み、それ以上の水準を持っている。